はい、お疲れですさあ今年今月も SASUKE の、えー、8月の振り返り動画を、えー、撮っていこうと思いますいやー次に9月 SASUKE の予選のね結果あの出る日が近づいてきましたね、まあ、そんなこんなで、まあ、8月の振り返りをねしていこうかなと思います SASUKE の挑戦者の方もねいろいろこう あもう熱気が、ね、湧いてきて、すごいね、あのおだいぶ、ね、こう高まってるなってすごいね、感じますねあの。インスタグラム見てもね、そういうのってすごいあのこう感じるんで、頑張らない,ないといけないなって思いますよね。で、まあ、あの8月に関してはね、一応、お絶対課題に関して、えー、まず解説を、ね、言おうと思います。 えー、まず腕立て伏せに関しては、えー、1万5200回で懸垂は、えー、懸垂ジャンピングスクワットに関しては、えー、1110回とも、えー、に規、えー、定回数うう完全にオーバー、えー、しましただいぶ、ね、もうこの規定回数も、えー、3分の2かこ乱なしましたよまあ、すごいね、えー、あまあなんか達成感もね持っているし ここまで持ってこれたなっていうねこういう自分の中の達成感はすごいねえあるんで嬉しいなってすごくねえ思ってますねでまああの8月に関してはねまあ何をまあ振り返ったらあのちょっと去年のね8月とえまあ比較してみようかなっ,たっていうふうに思っていてえ去年のね8月ですねさつ s のお去年開催が10月でした2023、えー、年え10月う 6日だったかな6日僕の誕生日だったんですけどあの s u の予選会が開かれましたあその当時がね、えーまあ、正直、えー、9月6月がね、えー、応募があってで6月、えー、応募した時はね全盛期ピークだったんですよね当時自分の中のその、ね、6月の、ね、記録っていうのがあの腕が出して3万5000回とランニング3 5 0キロ走ったんでね めちゃくちゃ切れたんですよね、体は、まあそれで結構バキバキだったんで、その応募の時の送ったんで、まあ、それがね、結構通ったのかなって、あの上の方にね、通えたのかなって思うんですけど、その、ね、9月って正直あんまりトレーニングしてなかったというか、腕立て伏せに関しても一番下位ぐらいしかしてないし、全然なんか、あーなんかその準備不足でしたよね、去年は。まあ、だからこう今回はね、あの8月ですか、8月、ま地元を出る前提でね、こう あのサスケの挑戦はしてるし、まあ、その、ね、思いで思ってやってるんで、えーまあ、勝負だなって、えー、すごくね、えー、思ってました8月はだからまあそういう意味ではねかなりあのそんなにねこうトレーニングメニューの、ね、レベルを落とさずに、えー、できたんじゃないかなってすごくね思っていてあまあ自分の中ではね結構いい風にいったんじゃないかなっていうのはね感じますよねまあでこうなんか体もねかなり変わってきてまあ今一応 えーまあ、7月がですね7月がかなりあトレーニングかなりやってきた、ねまあそのえー、追い込んできたんですけど、まあまあ,あの、そのぐらいのペースではないですけど、でも過去に、なんだろう、まあ、比較したらね、えー、あの今年だったら2番目ぐらいに追い込んだらなってしあ、この調子でいったらね、あのピーク持っていけるんじゃないかなって、来月で持っていけるんじゃないかなって思ってますよね。のが やり自分が一歩前に進むっていうのは大事なんだなってすごくねあの思うんですよね。結構やっぱりこう毎と比較するとかね、えー、そうしてしまったらなんかその焦点ぶれてくるっていうかあそういうのはやっぱ自分が感じるんでこう自分の過去の自分に比べてどう成長したかっていうそのはかりでえ自分自身をね測らないといけないなってすごくね、えー、まあ思う節はあるんですよね。 まあそういう意味ではね、えー、だいぶ本当に去年より順調にいってるし、えー、去年、今年もし出れ,ればね、かなりいい,いい感じにいけるんじゃないかなって、まあ、思ってるので、まあ、自分の中ではかなり納得はしているとこあのありますね。うんまあ、あとひとつですよ、うん、あとひとで本当に自分の目標としたあサスケ u k e の応援会というのはね、開かれるんで、まあ、本当にすごい掲げてきたこの一年間だったんでね。 あとやるだけですよね頑張るしかないし最後まで挑戦だと思ってるんで必ずね予選会が開催されるときにピークに持ってこれるように調整をしっかりしていきたいというふうに思っていますはいまあこんな感じで8月のね振り返り動画はまあ終わろうかなと思ってますまあ本当に1年間というか去年のね1月から始まった挑戦 ですけど、s a s に関してはね、えー、まあこうやって2年目に突入して、2年目のね、最初はやろうかどうかってちょっと迷ったところもあったんですけど、あまあそれしんどかったんでね、1年目が。でもやっとここまで来たなっていうのは思ってますね。感慨深いなっていうふうに思うと同時に、えー、今年もやると決断してよかったなって、えー、1月の時の自分に対して、えー、まあ褒めてあげたいというか、あのいい決断をしたなって、今すごくね、えー、感じています。 あしっかりね、そのおまあ今年の終わりですよ、笑って終われるようにっていうか、そういう、ね、思いを持ってるんで、えー、来年と同じように、えー、自分に対してね、あの称賛できるようなね、えー、1年間にしたいなと、えー、そのためにね、えー、今月も乗り切ったし、えー、来月、ついに予選会が開かれて、自分がね、出れれば、えー、もう集大成と思ってるんで、えー しっかりね、来月も頑張っていきたいと思っています。はい、では、えー、ここでね、えーまあ、この8月振り返り動画を終わらせていただきたいと思います。えー、もしね、この動画が良、えー、かったと思ってくださいましたら、いいね、もしくはチャンネル登録をぜひしていただければ大変うれしいなというふうに思っております。はい、はいでは、えー、皆さん 今月も振り返り動画を見ていただきまして誠にありがとうございましたサスケの挑戦者の皆さんついにね来月が僕たち s a s u のチャレンジャーの集大成ですしっかり頑張っていきましょうそしてサスケの挑戦者の皆さんのおかげでめちゃくちゃめちゃくちゃ歩きをもらってますですんでぜひねあったこない方が大変ですけどしっかり 自分でインスタですごい刺激をもらっているので、えー、共にね、えー、そこに向かって頑張っていきましょう。はい、では、えー、今日はね、えー、ここで、えー、この動画を終わらせていただきたいと思います。えー、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。では、次のお動画の方で、えー、お会いいたしましょう。では、失礼します。